こんにちは、オリエンタルマシーンです。本日の作業ですけど、これ以前撮影しておいた写真なんですが、 K のフロントスポイラーですね。 K でも違う K 用のやつを購入したので、加工する必要があるので、いよいよ満を持してですね、加工を始めました。作業する場所がないので風呂場でやってます。で、すでに作業を始めてまして、これくらいまでここをこうカットすると、こちら側もこうカットするまではだいたい進めたんですけど、この先、この次の段階ですね、これを見ますと、ここですね、ここだな、ここから切っていこうと思います。よし、やっていきましょう。ちょっとまあうるさいんですけど、風呂場が一番いろんなものが飛び散らないでいいですね。持ってって合わせてみましょうね。合わせてみないと分かんないですからね。合わせてみましょう。金人が体に悪そうだな。よいしょ、よし、これで車体に合わせればいろんなことが分かりますので、ちょっと合わせてみます。それでは今車体のところに持ってきてみました。だいたい合わせたので、もう一度切ってきます。で、もうちょっと加工する必要がありますので、やっていきたいと思います。これでもう一回合わせてみましょう。削って戻ってきました。お、だいぶ良くなりましたね。よし、これをこうだね。それでいいんじゃないか。もう一回合わせないとダメですね。じゃあもう一回やってきましょう。もう一度いきます。できた。これでできたはずなんです。なので今日のグラインダー作業はもうこれで終わることにして片付けます。ダメならまた別の日にやります。集中してやるのがいいことっていう場合もあるけど、ダメな時っていうのもあるんですよね。よし、あ、すごいね。お風呂の中もすごくなっちゃった。すごいな。よし、FRP は大変ですね。しかしこのお風呂もまさか自分がこんなことに使われるとは50年間思っていなかったでしょうね。新築してから50年。あとは細かな面取りをして加工してから車に持ってって取り付ける流れですね。よし、だいたい合わせてきた。こんな感じですね。どうだろうな。これでまあ固定しましょうかね。ちょっともうちょっと改善が必要な気がしますけど、よし、これで取り付けに行きたいと思います。